はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、またガチャガチャやってきたんですけれども、今回やってきたガチャガチャはこちら。はい、前回にもご紹介しました生き物図鑑。はい、こちらね、前回クワガタをご紹介させていただきました。はい、今回はねカブトムシです。はい、今回カブトムシをやってきたんですよ。はい、で3種類で3種類のうちの色違いで全7種って書いてありますね。はい、の中で普通のヤマトカブト、はい、これは日本のやつですね。日本のカブトムシと、あとヘラクレスっていうね、うん、まあ、ヘラクレスカブトですよ、俗に言う。でもう一つがヘラクレスブリュレみたいな、そんなような名前だったような気がするんだけど、全然違うと思うけど、はい、その3種類なんですけれども、自分の狙いはヘラクレスです。はい、やっぱカブトムシの王者といったらヘラクレスということでね、開封したいと思います。まあ時点でね、やっぱ日本のカブトムシ、はい、まあ、一番ちょっといらないなと思うのがヘラクレスブリューレでなるもの、うん、多分違うと思うけど、とりあえず開封しましょう。こちらラインナップですね。ヤマトカブトムシの黒赤茶気褐色、あ、気褐色はヤマトカブトか、あ、ヤマトカブトだけ2色しかないのか。でヘラクレスはこれも2色か。で、あ、ヘラクレスブリュゼニだった。あー、惜しい、ブリュゼニ。はい、あ、2色ずつなんだ。でヘラクレスのグレーなんてあるんだ、レアだって。やべ、これが欲しい。レアってだけで欲しい。まあでもね、ヘラクレスが狙いで、はい、ヘラクレスだったら何色でもいいかな。うん、それ時点でヤマトカブト、ヘラクレスブリュゼにはいらないな。まあ、とりあえず開封してみましょう。まあ、自分の場合は持ってない人間なんでね、うん、そこは危ういなと思うんですけれども、ちょっと今ね、ごめんなさい、ちらっとね角が見えちゃったんですよ。ちょっとヘラクレスがもうすでになくなりましたね。ちょっとごめんなさい、角の形で分かっちゃいました私。これはヤマトカブト、はい、ヤマトカブトだと思う。とりあえず開封しよう。はい、こうやってねパーツずつに色分けとかもされてるんですよね、って言っても1色しかなかった。はい、羽パーツで、これが胴体なんですけれども、で足ね、足で胴体で顔、これヤマトカブトですね。ヘラクレスはもっとこう長いんだよね。うん、しかもこれヤマトカブトの赤茶色、うん、赤茶色ですね。はい、黒ではないということで、では早速ね組み立てちゃいましょう。前回みたいにこのねピンクの中に、あるね、やっぱりこのね補助パーツがね、前回のクワガタの時になくしちゃったんですよね。だから飛行形態で飾れなかったっていうね、うん、なので今回はこれをなくさずに組み立てたいと思います。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう、こちら。いや、すっげー成功、本物かと思うぐらい、こんなん木に止まってたら本物かと思うわ、これめっちゃリアル。うわー、すげー、日本の兜だぜ。うわ、ちっちゃい頃こうやって持ってたね。うん、顔もねすっごいよくできてる、これ触覚も動くしね。でこのねつぶらな瞳、
つぶらな瞳もね再現されてますね、うん、いやいいね、やっぱ日本の兜って感じだね、大和兜。でこれはね羽はこうやってオープンにできます。はい、いやリアル、すげえリアル。はい、では前回ね成し得なかった羽オープンディスプレイ、そちらをね再現したいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね見ていきましょう。こちらめちゃんこかっこいい、かっけー、大和兜かっけーな、やっと飾ることができたぜ。ちなみに垂直になってますけど、あの説明書にも書いてありましたけど、カブトムシは垂直に飛びますって書いてありました。はい、はい、ここにカブトムシはほぼ垂直状態にて飛行します。知らんかった、ちっちゃい時でも知らんかった。それは垂直に飛ぶんだね。なのでこういう状態で飾れます、飾れますっていうか、これがこれ以外にか、まあ、こっち逆向きに傾いちゃうけど、こっちにはいかないね、うん、なのでこれで正解です。いやね、ちょっとこれ言っちゃうとまたお叱りを受けそうなんですけれどもね、私またねこの補助パーツねゴミ箱に捨ててましたねいやあれねってまた探して、でゴミ箱見たらね入ってました。あっぶんねえ、ほんと。ってことはやっぱりクワガタの時もゴミ箱に捨てたな。もうすでにゴミ収集車の中に入ってますいややっちまったな。いやでもこれいいね、山と兜でもすげえ迫力。何これ、うーわーすげえ本物だよこれ。っていうかカブトムシはこんなになって飛ぶとこなんてもうめったに見れないよこれ。いやすっげえ、いやなんかヘラクレスも欲しいな、まあ、またあったらねちょっとやってきますね、うん、でやってたらまたちょっと開封として動画に開けるかもしれませんまあ評判が良かったらねこのシリーズは続けて開封していきたいと思います。はい、ということでね最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。